はい、ということで今日もこの応援舞台で語り合っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日はベスト3シリーズということで、みんなディフェンスだったんで、現役時代1対1をやって一番やりづらかった選手ベスト3いきましょう。ユナイテッドでね、第3位からじゃあ誰からいきます。はい、じゃあおー、じゃあかっちゃん第3位お願いします。第3位いきまーす、はい、ルルカ。うわ、それ一緒。勝つ一緒。勝つ俺も一緒や。第3位俺もルカをやったわ。でかいし早い、あいつ。でかいし早いし強い。強い。マジで強い。並走した時吹っ飛ばされたもん。いや、あいつやばいよ。腕も抑えられるわ。足早いわ。あんな無理だよ。でも3位か。いっそ第3位はルカでいいの？いや、ルカをやったんですけど、カッツがやったんでちょっと変えました、今。あ、まだでもたくさんいるしね。はい。じゃあ、第3位、伊沢お願いします。藤井貴之です。絶対言うと思った。YouTuber。絶対言うと思った。嘘でしょ。いや、けど、ほんまになんか、いつシュート打つかわからん。なんか、1対1ってただドリブルだけじゃないじゃないですか。あいつ、なんか、あんまどっから足出てくるかもわからんし、なんか変に無理聞くじゃないですか。そうね。先ちょっとルカを上げといて、次藤井言ったらちょっと役不足感エグいんですけど。お前、まあ、藤井には謝れ。好きやからこそっすよ、もちろん。なるほどね。藤井結構嫌でしたね。範囲はいい？うん。範囲4点。ああ、嫌だね。まあまあけど、同じような感じじゃないですか、言うたら。まあまあ強い系ね。フィジカル部門だね、これ。4点は嫌だったね。強かった。しかも、あいつさ、自分が体強いの分かってるからさ、俺らが取りに行こうとした瞬間にさ、ドーンと当たってくるじゃん。マジ強えよ、あいつも。はい、岩だもん。岩。ルカもそうだけど、4点も岩。いや、藤井出すな。何か分かんないし。じゃあ、第2位行きましょうか。いいっすか、俺。渡るくん、井上渡る、うん、遅う周り使えるからもう何するかわからんみたいな。でかといってね、スルッと運んでいけるし、でシュートもあったじゃないですか。で決定的なパスも出せるし、結構嫌でしたね、渡るくん。いろいろいる中だけど、田野さんが挙げる人分かりました。金久保祭でしょ。そう、俺得意な方だったわ、金久保祭。違うの？俺ね、リアルにあの1対1の練習とかあったじゃん、マジでやったの、うん、なソンス。ああ、ソンスね。ソンスめちゃくちゃ速くて、しかもなんかこう切り返しとかキュッてこうキレがあるじゃん。うん、速かった。ソンス速い。ソンスも追いつけないし、対応の仕方がもう分かんなかった俺は。しかもマッチアップ用してたしね。うん、そう、うん、ナ・ソンスのスピードだけは俺もうどうしようもなかった。ナ・ソンスがいたわ。体感だけで言ったらレイとかも速いんだけど、うん、ソンスの初速、シュッっていう初速が速くて、初速の爆発力やばかったっすね。だからナ・ソンスはもう俺ダメだ。もう1対1の時俺もあえてもう順番変えてた。いいイメージがつかなくなるから。相当やね、相当トラウマになってる。いや、もうトラウマやで。今まで1対1大好きだったんだけど、ソンスのせいでちょっと苦手になった。いやでもあいつすごかったよね、ソンス。じゃあ、かっちゃん、お願いします。ノリかな？ああ。ノリは、やっぱ、すごかったね。うん。すごかった。あんまり、その、対峙とかはしてないけど、練習とかでも。やっぱり、すごいよね。だってさ、そんなごつくはないじゃん。シュッとしてるじゃん。まあ、サッカー選手で言ったら。うん。うん、そうでもさ、当たったらめちゃくちゃごつい、痛いじゃん。硬い、硬い。ノリ君、硬い。マジで、硬い。で、ブレないじゃん。体幹も強いから。うん、で早いでしょ。ほんまに体幹強いですよね、多分。いや相当強い。日本でも多分3本の指に入るんじゃん、 J リーグ。ほんまに相当強いよあれ。じゃあ第1位いきましょうか。いいよ伊沢。いいっすか。伊沢第1位お願いします。シティチョークパソで。あーいたー、天才が。俺もシティチョークパソだった。うわ天才だわ。1位だ俺も。俺も1位。その真ん中とかで囲まれた時の自分の股の間通して反転したりとか、ちょっとボディフェイント入れてアウトサイドでも一発でくるんって振り向けるじゃないですか。あれうまかった。あれもそうやし、やっぱトップスピードでパスも出せるじゃないですか。あとあの年齢に見たことないぐらいのパンチ力のシュート打つじゃないですか。すごかったね。確かに俺もヤーだ ね。ヤーくんですよ。じゃあ満場一致でヤーと。満場一致かもしれん。もしかして満場一致でヤー。あれはうまい。あれはね、今見たくない。期限付きで琉球確定だって。
だからまた J リーグでヤオの姿見れるってことだ。嬉しいね、それは。すごくね、多分成長してると思うし、代表とかもね。A 代表呼ばれてたじゃないですか。なんか選ばれてましたけどね。A 代表。すげえなぁ。じゃあ修行やろ、日本に。鹿児島来た時はね、まだ若くて17歳とか18歳で来て、ホームシックというか、精神的にね、寂しさがあったり。本領を発揮できなかっただろう。チャンプさんね、通訳の。うん、来てから良くなりましたもんね、やっぱりその自分の心に許せる人が来てから。第1位はじゃあ満場一致でヤーということで。ヤーでしょ。ヤーです。 J2 の FC 琉球の方に期限付き移籍で加入するみたいなので、機会があれば見てもらえればと思います。本当に素晴らしい選手なので、我々3人も嫌がったシティ直パスを、通称ヤー、楽しみやね。ヤーにもでも頑張ってほしいね。マジで頑張ってほしい。だって20歳間の時かな、なんか世界のね、これから注目の何十人みたいな選ばれてましたね、選ばれてましたよね。ということで今日はここまでということで、はい、じゃあ伊藤君、いつもの締めをお願いします。はい、みんなでせーのでいきます。はい、コップンカーコップンカーちげえだろ、怖い。ヤーにちなんでもタイの言葉じゃなくていいから。違うでしょ、いつものあーまあおもろい。タマさんちょっと、今回ちょっとタマさん行きましょう。今年ね、1万人登録者数いかなければ、この3人解散となってしまうので、ぜひ皆さん、グッドボタン、それからチャンネル登録、よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。オープンかー。オープンかー。サーディーかー。サーディーかー。